それでは定刻になりましたので、これより記者会見を始めさせていただきます。本日は大変お忙しい中、またお足元の悪い中、記者会見にご参加いただきましてありがとうございます。まず最初にですね、ドラディッション2017スカイハイドラゴンツアーの、会見の前にですね、藤波克美よりご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。また足元悪い中ありがとうございます。まず私どもドラディッションの会見に入りますまでに前に、一言私の方から、先日報道されました高山義弘選手の怪我の状況について、一言ご報告申し上げます。非常に私自身も胸を痛めております。高山選手への心からのお願いと回復を心から願っています。高山選手にはこれまでドラディッションにも参戦していただき、そしてプロレス界にとっても大切なレスラーであります。先日報道されました鈴木選手、そして高木選手をはじめたくさんの有志のメンバーによって高山選手への支援の輪が広がっています。我々としても高山選手への回復を願って高山マニアに参加させていただきたい旨をお伝えしました。ドラディッションとしても10月27日後楽園ホール大会、そして10月29日大阪 ATC ホールの会場におきまして募金箱を設置して、支援させてもらいたいと思います。多くの方々にご協力、応援をよろしくお願いする限りでございます。ありがとうございます。それではですね、引き続きまして、ドラディッション2017スカイハイドラゴンツアー、こちらの、内容につきまして進めさせていただきたいと思います。本日ですね、10月27日、金曜日、後楽園ホール大会での、メイン、今まで X というご案内でございましたが、そちらが武藤敬司選手になりましたことをまずご報告させていただきます。こちらにつきまして藤波選手よりお願いいたします。はい、10月の27日それから29日のスカイハイドラゴンツアーに、まずコロケホールでの、僕とミルマスクラス、そして X となってました対戦 のパートナーにつきましては、今皆様のお手元にある通り、武藤選手にお願いしました。心よく参戦していただき本当に感謝しております。私自身、パートナーとしてね、いろいろこう見渡す中でぜひとも自分自身が非常にこう興味深くいるのは武藤選手とマスカラ選手が並び立つ姿、そして僕も加えて3人がリング上に並び立つ姿、これはもう自分自身がいろいろこう考えた中でね、それは今から何年前ですかね、32、3年、4年前ですかね、日本武道館でのね、夢のオールスター戦、そこでは僕のマスクラス、そしてそこにはジャンボ鶴田選手もいましたけど、その中でそういうまだ幸運が冷めやらず、その興味深いところをね、もう一度、ファンの皆さんにね、受け止めてみてもらいたいというところから参戦をお願いしました。それが今回マスカラ選手を招待した一つの理由でもあります。ファンの皆様にはね、もうかなり数長きにわたってね、プロスカの中でマスカラ選手も何度か日本に来てますけど、今回ぜひともドラディッションにね勝利して、その中で再びあの時の感動をファンの皆様にね味わってもらいたいという、そういう気持ちが今回の大会のコンセプトにありました。はい、ありがとうございます。それではですね、藤波辰巳、ミルマスカラスとタッグを結成いたします武藤敬司選手より
一言お願いいたします。はい、尊敬できる、大先輩藤原さんのこの興行ということで、今日は気合を入れてきました。新調したスーツを着てきましてですね、まあ、X っていうのちょっとなんか、ちょっとイメージじゃないかなと思ったりもしますけど、まあ、なり X 俺ということになりました。マスカラスと組むのは、まあ、正直初めてではないんですが、まだプロレスを見るプロレスラーになる前、小学生ぐらいだった頃かな、ブラウン管で、ね、お茶の間で見てた時の選手ですからね、本当に非常にこの感慨深いものがあります。そして、今自分自身もマスターズとかねやっている中で、ここ最近本当に藤浪さんとの交流が深くなってましてですね、もう今では本当に数少ないこの先輩の中でね、その背中を見てると、常に昔に戻れるというか、初心に帰れるという中で、まあ、この大先輩のこのねタッグマッチ、いい意味で、接着剤に、この2人の接着剤になれればいいかなと思います。その中で、武藤敬司ここにありというものを見せれればいいと思っております。そして、対戦相手のね、メンバーも俺のこのプロレスの歴史の中で、欠かせないメンバーばっかりですので、まあ、なんとかプロレスを本当に楽しみたいなと思っております。以上です。ありがとうございます。それではですね、皆様方より、質問のを受け付けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。武藤さん、そのマスカラスと以前組んだの武道館、マスカラス兄弟と6人対覚えてねえんだよだったと思うんですけど、組んだことは覚えてない。組んだ時 の、 そのパートナーとしてのマスカラス選手の印象ってどんな、覚えてないって言っていいじゃん印象も覚えてない忘れっぽい組んだのは覚えてる。武藤さん、その子供の頃に見られた、ただその組んだのもね、正直もう10年ぐらい、もっと前かな、分かんないけど、15年ぐらいね、組んだのその前で、また今これだけの時を経てまたね、こう出会えるというかさ、非常に感慨深いものありますよ。もう子供の頃にマスカラス選手見られて、なんか憧れとか抱かれたって前聞いたことありますけど、どういったところに惹かれました？いや、もう風貌、それプラスもうもう有名なあの入場曲、まあもちろんその、あの技術とかも、全体的にね、なんかかっこよかったですね。もしかしたら、ドレッシングルームで、自らそのマスクをくれという交渉をしてみようかなと思っております。ありがとうございます。他ありましたら、藤原さんと武藤さん、お二人にお伺いしますけど、この3人のトリオでどんな化学反応が期待できそうですか？さあ、当日ね、本当にリングを見ていたのは楽しみだと思うんですけど、まあ、その中で、まあ、一つ、二つの中の、合体技みたいなね、なんかあるかな。今ずっとね、僕もカード見ててね、本当に先ほどのその33、4年前のね、まあ、武道館での監督は、ジャンボ鶴田選手だったんだけど、同じ山梨県なんだよね。ね、だからそういうの本当にだから、なんかこう変化があったのかなっていう、まあ、そういうなんか
3人飛行のその3人のあの時は3人でドロップキックだったんだけど見せられたな非常にみんなで抵抗ドロップキックしましたまあとにかくあのねあのその当日をねあの楽しみにしてもらいたいと思います。他いかがでしょうか。アントさん、これだけのキャリアになった中でこう周りが先輩だけっていう組む選手ですね。先輩ばかりってなかなかないシチュエーションになることなんですけど、まあだけどマスターズもね周りが先輩ばっかりだから、うん、まあまあ似たようなシチュエーション的には似たようなシチュエーションですね今回は、うんうん、まあこういうものってね非常に自分をある意味いい意味で忘れさせてくれるというかね今の現在をね、うん、本当に、うん、楽しいですよ、正直、いかがでしょうか。ちょっとお二人にお聞きしたいんですけども、今回は、マスカラス選手とタッグという形なんですけども、マスカラス選手と対戦したいという気持ちは今ありますか。ジャンさんから。俺対戦はしたことないかもしれないです、ね、ない、俺そういう記憶はないからドスカラスあれね、対戦ね、まあ、今回もね、それも考えてみたんだけど、まあ、あの僕の場合は何年か前かな、何年か前かな、IGL でね、あの最後、まあ、ドスカラスの間の対戦に来たんだけどね、まあ、とにかく今回は自分がなんかこのメンバーで並び立ちたかった、立ちたかったんですよ、うん、まあ、これはもう自分自身がね、いっぱいいろんなのこうあの思い浮かべた時に、まあ、これはだからまあ、この時期しかないなっていうのがありましてね、うん、このカードを組みました。これは一言、対戦はしたくありませんあのただパートナーとしてね、その俺スパニッシュ喋れないんですよそれが、ね、まあ、今からちょっと時間から少しでもスパニッシュでも勉強しようかなと思いますよ。対戦したくない理由って何かあるんですか。対戦したくない理由っていうのはあるんですか。対戦、いや率直に正して、まあ、まあそのね、あのガキの頃見てたそのヒーローであるわけであって、そのヒーローとまだ対戦、ヒーローと対戦はしたくないじゃない。ね、そのそういうまあまあ気持ちだよな。もし大阪大会の方のご質問もございましたら。武藤さん、先ほどあのお二人の接着剤ということがありましたけども、はい、マスカラス選手ってどうしても我が強いっていうイメージがすごく強いんですけども、武藤さん的にはそのマスカラスより目立ってやろうとかそういう欲はないですか。いや、ないですよ。ただよくよく考えたら、あの接着剤になれるのは藤波さんだな、これスパニッシュも喋れないさ、コミュニケーション取るって言ったら藤波さんが中間で入るしかないよね、中に入るしか、はい、逆に藤波さんとしてはこの試合どういうタッチスタンスで戦おうって考えてらっしゃいますか。いや、別に僕は中でそのお互いのフォローもなんていうかこうチームワークもね、やっぱり自由にね、うん、マスカラス持ってるね、これも武藤選手が持ってるご存じの通り、やっぱりこう伸び伸びとね、うん、やっぱり自分の持ってるものをお客さんにこうファンにね提供すれば、まあ、僕のあの思い通りのね多分大会になるでしょうし、というのがあの時の興奮をね、うん、もう一回体感してもらいたいなっていう、うん、まあ対戦相手も僕のマスカラス、またあの上と歌舞伎、まあ、当時は坂町さんだったのかな、うん、何人かその場にいた人もいるわけだからね、うん、南さんの大阪の方では武藤さんの代わりではなく、はい、あの長州さんが入ってそれを組みますけど、はい、またこう違った色がこう出て、そうですね、あの実際そっちの方がね、あの非常に僕自身もあのちょっと神経をつかなきゃいけないのかなというね長州さんはせっかちだからねマスカラスの動きを待ってられるかどうか、武藤さんに言ったように本当にだからそういうもんでは自分が接着剤が役目でしたっけ
これもまた面白いじゃないですか。ね、今までそういうあれが、いつだっていうのか、並び立つことはね、東京もそうだし、大阪もああいう選手が並び立つことなかったんで、今だからこそできるっていうのもね、やっぱりそれ今のファン、また昭和世代のファンもね、ちょっとこう、興味深いんじゃないかなというふうに思います。他いかがでしょうか。ご質問ありませんでしょうか。全対戦カードを、お手元の方に配布させていただきました、用紙の方に、書かせていただいております。また皆様方のですね、マスコミの皆様方の、各種報道等、引き続きよろしくお願いいたします。それではですね、会見のは以上となります。ではお二人のちょっと写真撮影のお伝えさせていただきます。それといいですか、ちょっとそれとあの先ほどちょっと私の件についてこう触れたんですけど、まあ、とにかく自分が今ずっとこう45年プロスターがこう現役としてやってきてね、やっぱりここのところ本当にあのいろんなその団体によっていろんなその怪我もだんだん増えてきてるし、まあ、これも本当にあの日本プロレスの会の中でもね、本当にあの真摯にこうあの今まで以上にこう受け止めてね、何かそういう偉大なレスラーっていうのかな、かそういうものを支える、まあ、そういうなんかこう組織なり何かこうあの輪になってね、こう作っていく必要があるのかなという部分があってね、とにかく自分も45年やってきて、まあ、何かの形でこうそういうお役にこう立っていきたいなという気持ちがありますんでね、またこれまたあの本当に今この時期が来たからじゃなくて、本当に前々からこの部分はそういう一つのこうものがね動いていければと思う、そういう部分ではこれから動かなきゃいけない部分が多くなっていくかなというふうに思います。はい、ではこちらもお願いします。ありがとうございます。こちらもお願いします。ありがとうございます。じゃあまずそれぞれのポーズ、武藤さん、武藤さん、美谷さん、美谷さん、ポーズ、はい、お願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。はい、OK、 じゃあこちらもお願いします。あ、美谷さん、美谷さん、はい、ございます。すいません、お願いします。ありがとうございます。あ、お願いします。すいません、お願いします。はい、はい、こちらもお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、お願いします。ありがとうございます。すいません、お願いします。こちらもお願いします。じゃあ、藤波さんできるでしょ。